それはその質問したんですけどね、おっしゃるように基地のない市町村豊かです。基地のある市町村が悪いけど悪いんです。典型的な例は街を歩いた場合のシャッター通り、あるいはシャッター通り過ぎて幽霊屋敷みたいになってて全部基地周辺の街なんで、なぜですか？これは例えば本土でもそうです。沖縄だけじゃなくて本土でもシャッター通りたくさんありますよ。やっぱりこうあの 商業形態が変わって大型店舗がどんどん出るようになってですね、しかも郊外車っていう形でそこに客があの行ってるもんだから旧市街地があの異変化するっていうのは沖縄だけじゃなくてどこもそうです。だから基地があるからどのこうのじゃ僕はないと思うんです。いや、ここはそうないと思うんですよ。じゃあ本土はどうでしょうか？本土いやいや、もちろんそうです。基地があるということはない。はいはい、関連して。沖縄はですね、先ほどおっしゃったとおりには、候補助率 90% なんです。ということは 10% やっぱり補助率が高いというふうに、で、負担が 10% だという。そうすると、これは僕が言ったわけじゃないです。牧師浩一さんが言ってるんですけど、10% の負担だったら 10% の頭しか働くさない。アイデアしか出さないということであると思います。ですから基地のない地をあの市町村はそれ以上に頭を働かして自立しているというじゃないかなと思っています。すいません、以上です。で、終わりました。先ほどのアメリカが出てる基地の街がシャッター通りになっているという言い方、それはね、必ずそうじゃないかなと思います。じゃあ本当はどうなのかと、その経済の中でですね、やっぱり町は基地を中心に捨ててきたわけですよ。沖縄市もそうですし、片町もそうですし、それから北谷町もそうですね。で、波の上もそうですね。ところが基地がなくなると、あるいは基地 そのドルが安くなって、アメリカが基地をドル使えないと、使っても成せないという状況、金町もそうですよね。金の半島がそういうことになりますね。まあ、それはそこに基地に依存していた状態だったんですけど、それドルの関係だと思うんですよ。ドルがもう使えないということじゃないですか。もうちょっとね、今やさんが言ってるのか。いや、ヨッタルさんの方にね、カジナーから軍用治療をもらっている人たちの状況を見たらね、働かなくても金が入ると人間どういうことになるかというと、その朝起きて仕事に行っているふりをして弁当を持ってパチンコ屋に行くわけだ。ところが近くのパチンコ屋に行くとバレるからね、石川あたりまで行くとね。なんで私の住んでいる勝連の話ですけど、ガキが高級車買ってやな、事故を起こしたり、その車ぶらしてもやな、何度ももらうぐらい金あるわけだから、要するに誇りもなければやね、眠っていても金が入るというやつはね、やっぱ人間性まで失うわけよ。先ほどの自転車とあの高級車の話やってたけど、そうすると一枚のおっさんがよ、あ、金たくさんあるというだけでね、あるということで朝から弁当を持ってサラリーマン風に化けてよ、いかにも働いているような話を風景をして、エシカあたりまでパチコンチに行くというのは大体おかしいでしょ。でそれが大体流行りなんですよ。だからカジナの軍用地でもらってる連中は、私の周辺に、上田の周辺に騒音がうるさいから、あそこに住んでおらんで言うんで、読谷村に移ってきてるんですよ。そういう意味ではね、そうちゃんが一般論じゃなくて、もううるさいと、金はあると、どこへ行って休んだらいいかというのはパチンコ屋で休むと、まあ、こういう人になってるということですわ。だから活気がなくなる。ついでですが、カデラの話、まあ、ですが、金は200億余りのですね、金を追い込んでロータリー開発をしたんですよ。
で、その時はもう事業もパパッと入るし、金がなったんですね。それで、保証金も払って、あと業者たちも売ってですね、行ったんですけど、これ、売っていったところどこになるかというと、どこも行く場所はないから、読谷に来るわけです。金を持って読谷に来てるんですね。そして、金沢で、役場の3分の1の部課長は読谷出身なんです。読谷にいるんですよ。で、給料は金沢にもらって、税金を読谷に払ってる状態があるんです。もう使えない、向こうは。場所がないんです。そういう状態に今なってますね。残念ながらですね。短めにお願いします。はい、いや、せっかく名護でシンポジウムを持たれているので、名護の、まあ、私のローカルな名護はとても、一町四村が合併したところなんです。広いんですけど、私は東海岸の辺野古のちょっと北の方に住んでますけど、うちの地域は二見北地区って言われてて、ものすごく過疎で、で最初で地域ぐるみで反対、基地に反対してたんですけど、それ以降この13年間見てきていると、本当に基地依存経済っていう話が出ましたけど、依存してるのが本当にその精神的なにどれだけこの13年間に腐り切ってきてるかっていうのを日々見せつけられながら生活してるんですけど、本当にこの金って怖いなってつくづく思うんですね。で、今まあ、10のちっちゃな区があります。で、そこの区長さんたちは当初はみんな基地反対の先頭に立ってましたが、今はみんな今の選挙で言えば全員区長さん全員が現市長のパンフレットに名前を連ねている状況なんですね。で、うちの地域は本当に国政選挙の時には選挙カー1台も回ってこないっていうような地域です。東西ものすごく20キロぐらい長くて、人口は1500人ぐらいしかいないっていうすごい過疎なんですけど、一日走っても有権者に合わないようなところなので、もちろん効率が悪いから来ないっていうのは分かるんですけど、そういうふうに見捨てられた地域、ところがこの基地問題が起こってから防衛省に頼めば、防衛省に頼めば何でもやってくれるっていうのがもう今の区長さんたちの頭に染みついてしまって、例えばですよ、道が壊れた、橋が壊れた、で今までこれを直せとかいくら要求しても見向きもされない ところを防衛省に頼んだらすぐやってくれるんですね。でだから防衛省は金づると思ってます。でだからそこにくっついておけばなんとかなっていくんじゃないかっていうのがなんか染みついてるような気がするんですね。で私の住んでるところの区長さんは当初は本当に反対運動の先頭に立ってた方なんですけど、今や防衛省からいかに金を引っ張り出すかの先頭に立ってる方で、それでお金が怖いなと思うのはグラフってちっちゃなグラフですから、本当にわずかなお金でこの運営をしていたのが地域振興補助金っていうのがちょうどその市民投票のあたりから出てますね。97年あたりからで10の区で6000万、年間6000万ですけど、平均したら600万ぐらいですが、区民のこう数によって少しずつスライドされて、うちは840、50万ぐらい年間出てるんですけど、それが全部区の会計に入って、それで区長さんの給料とか、役員の給料とか、役員手当とか、あるいは行事の時の弁当代とか、ビール代とか、まあ、そういうのにみんな使われてるんですけど、結局それが区長の権力、まあ、大した権力じゃないですけど地域住民にとってやっぱすごく大きな権力なんですね。それで区長の権力というのはとっても強くなってて、うちの区長はヒットラーとか天皇とか実は区民から呼ばれてるんですよ。で、まあ、区長がすみません、もうちょっと改めていただきます。で、そういうふうに
まあ、公民館もみんな新しくなって、外見はとても上等になってますが、過疎化はますます進んで、4つあった、この10区に4つあった学校がこの4月から1校に統合されました。反対もしたんですけど、ことに結果としてなってですね、だからちっとも地域は進行してなくて、その精神的荒廃みたいなのだけが着実に進んでるっていうのも実態なんですけど、それでやっぱり今市長選挙がもうすぐありますが、特に私の住んでるところでは、その市を市長選挙をそのもちろん市政の民主化と一緒に区の民主化も経てやろうというのが今ものすごく盛り上がっています。でだから今回 まあ、今市長選挙の話は出てないんですけど、私たちにとっては本当に住民投票、12年前の住民投票に次ぐ第2の住民投票に匹敵するものだということで、今頑張っているところです。はい、あと1、2分で5時になります。じゃあ1分で。はい、やっぱり岸がどうしていくかということだと思うんですね。先ほどものづくりということもありましたけど、ものづくってもやっぱり流通コストがかかったりして、沖縄で何が生産できるのかなというふうにも思います。でその中でやっぱり健康産業ということで、薬草とかそういったのも有望じゃないかなという話も伺っているんですけど、具体的にどういうものがあるのか、そしてそういうことで成功している事例とかあればいいのかなと、まあ、最後なんでちょっとその辺の希望とか夢をですね聞きたいなと。確かに皆さん本当に私含めて明日の生活も大切ですけど、10年後に10年後30年後にも希望があればですね、夢があれば頑張れると思うんですね。最後に言ってほしい、そういうものを消せ願いたいなと思っています。どんな広岩さんにです。後がいいんじゃないかな。更新変えられます。だけど確かにね、作ればいい時代は終わりましたよ。例えば私があちこちに和社ショップ作ってきましたけどね、名護の安定ショップでないんでね、今は市長単位であちこちに安定ショップ作っている時代になってきている。そこから情報を取って何を作るか、明日何作るか、今日何を売るか、非常にこうパイロット、安定職じゃなくてパイロット職っていうのは、ほぼ僕は橋を架けたと思ってますよ。約だからピーク時に沖縄の物産が報道転換した時、約1000億超していましたね。その時の雇用が大体2万5000人ですよ。生まれた企業は1200社なんで。だから僕の目標とする2000億まで、そんな遠くないなと思っていて時に、こう、ちょっと分も上がりましてね。今その6割ぐらいですけど。単純に抽象的な健康食品、あるいは長寿食と言われているけれども、食品作れる会社は必ず化粧品で作れます。化粧品作れる会社は必ず医薬品作れるんです。これ東大的に取られた展開した方が付加価値は、先ほどちょっと言いましたけど、現を込んでも言っていいかどうか分からないですけど、込んでも付加価値率が75% ですよ。普通のこの辺の商売人の付加価値、あら利益率は 20% そこそこなんで、だから健康的に薬草だとなんだ、こういうもっともっともう金儲けのするのを作って、売るルートを作っていけばいいと、すでに作ってあるんですけどね。だから今2万5000人割ってると思うんですけど、できる話じゃない、やってきたんだからできるんですよ。ただ残念ながら地域の皆さんがものづくりに対する関心が低いというかな、要するに消費者のニーズ、あるいは消費者が欲しいというものの情報を捉えて展開してないんじゃないかなと。だから、ここで話すよりも東京でね、現場でお話しした方がこれだってすぐ分かりますよ。ただ今はこれまたね、どの商品も沖縄というブランドをつけたら、沖縄という看板をつけて売れたんですよ。韓国でも台湾でも。今も沖縄で売れない。ここ個人ブランド、
あるいはお店のブランド、あるいは商品ブランドの時代に変わってきていて、なかなかこれから出せないと。やっと3年過ぎて上がってきたのかなと思ったくらいです。だいたい今600億円ぐらいで今行ったり来たりしてます。1000億からしてきましたが、そういう状況なので、それでも話しましょうという話です。で、ちょうど5時になって、今日は本当に普天間辺野古移設問題、新基地建設問題で、まあ、宜野湾でずっと頑張ってこられている方、それから現地辺野古と言われている現地で頑張っておられる方、また直接辺野古じゃなくても名護市民投票来、この名護の市街地の中で北部新基地とリンクの北部振興策ありき の中でこう翻弄されながら生活されている地域の方々もたくさんお見えになって、本当にこういい討論会ができたと思います。ありがとうございました。で、拙い司会でもっと多くの方の話を引き出すせたらなと思いますが、5時を回りました。で、私たち会の副会長の、平治さんに、締めの挨拶をお願いしたいと思います。薩摩の琉球支配から400年、日本国の琉球諸軍130年を問う会という大変長い名前の会を1年前に、発会いたしました。名前が長いのでよく言い間違えます、略称を問う会と呼んでますが、今日は問う会の主催の第4回のシンポジウムを開きましたけれども、3名の講師の方々の積極的なご参与をいただいて本当にありがとうございました。とても豊かな、討論会になったと私は思っています。またこの後運営委員会が開かれますけれども、ここでしっかりと今日の経験を踏まえてさらに充実した第5回と結びつけていけるだろうと、そういう強い確信と希望を持つことができました。実はこの前泊さんがね、この今日のシンポジウムのタイトルにお触れになりました、辺野古の新基地建設は現在の琉球諸軍かというクエスチョンマークがついている、このタイトルというのはですね、琉球諸軍には節目なんかないと、諸軍は継続しているのだと、だから改めてですね、こうその節目みたいにですね、辺野古だけを取り上げて言うのはおかしいといったふうな趣旨のことをおっしゃいました。実はこの運営委員会ではね、この今日のタイトルの時にですね、最初はね、琉球諸軍かっていったクエスチョンマークなかったんですよ。現在の継続している現在の琉球諸軍だという立場でこの集会をしようって考えたんです。ところがですね、反対してむしろ断定的に運営委員会で決めつけるよりは問いかけるようにした方が皆さん方の関心を呼ぶだろうということでね、琉球諸軍かというふうになったような、そういう経緯がございました。私たちの認識はですね、琉球諸軍は誠に節目がないほどにですね継続していると、でほっといたら今後も継続するだろうという危機感も、持っているわけです。私はこの、一番最初 この、薩摩による琉球侵略から始めて、それからそれを引き継ぐ形でね、日本国が、琉球を廃絶して沖縄県というものを強引に置いたと、いわゆる琉球諸軍から、になって現在につながっているわけですけども、私はこの琉球諸軍ということはですね、あってはならないことだと思ってます。
ですから、しかし現実にあったわけですから、日本政府が琉球処分と言ったんですから、でその責任者 の松田道行をですね、琉球処分官という肩書きを与えてやらせたわけですから、歴史の現実としてあるわけですよ。しかしね、こういうの悲しい不当な許し難いことはですね、本来はあるべきではなかったけど起こってしまったという事実は消せませんので、あれだけで終わって本当は置くべきだったんだけどもね、ところが私たちの理解ではね、繰り返し繰り返し処分がされてると。だからね、第2回琉球処分、第3回琉球処分、第4回琉球処分という軽い柄がですね出てきているような、ほっとけばまた第5回琉球処分ということがね追加されかねない状況にあります。私はこの第4回、ね、この沖縄が本当に念願をしたような形とまるで逆の形でですね、今の軍事体制に巻き込まれるような、施政権返還を押し付けてきた、いわゆる日本復帰ですよ、日本への再併合ですよね、もちろんこの大きな琉球処分から今年は38年目だと考えてます。第4次琉球処分の38年目が2010年なんですよ。私そういう認識を持ってます。そして現在はですね、この辺野古の問題、普天間の問題の絡みでですね、アメリカを取るのか沖縄を取るのかという随分迷ってるんですね。私はね、本当に心から沖縄を取ってほしい、沖縄を選んでほしいと願ってますよ。アメリカは後回しにしてほしいと思ってます。それだけの決断をね、日本の政府は、日本国民はやってほしいんですよ。しなきゃならないと思ってます。あるいはさせなきゃならないと思ってるんですよ。ですからこの、ね、結果はです、ね、私たちの運動に大きな意味を持ってくると、プラスの意味を持ってくるのかマイナスの意味を持ってくるのかという、とても大きな、この境目に立ち至っていると思っています。私たちは、ね、この東北会議の狙いはですね、過去にこんな、ことがありました、現在はこんなこと続いてますと、将来も続くでありましょうといったふうなね、そういうのんきなことを考えているわけじゃないんですよ。処分されない沖縄をどう作っていくかってことが私たちのテーマなんです。そのためにはね、過去にこういう処分の事実があった、現在こういう事実があるっていうことをほっといたらこれ続くぞということをですね、踏まえなきゃならないと思ってるわけですよ。でも最終的な狙いはですね、本当に処分されない沖縄をどう作っていくかということをであります。これを問い続けていくことが私たちの使命だと思ってます。私たちは、プライドを持ってね、沖縄は人間の住む島であると、無人島ではないと、ね、そういう人間としてのプライドを持ってですね、この作業を進めていきたいと思います。それで、今日はですね、今時間の制約があってできませんでしたけども、過去3回のシンポジウムは全て那覇で行われたんです。で、第4回を初めて那覇外にですね、名古屋に持ってきました。それで、宮古とか八重山とかにもシンボリウムの場所を考えていこうとしてるんですけれども、それについては皆さんがね、どういうふうにしたらいいと思っておられるのか、参加者の方々のご希望をね、ぜひお聞きしたいわけですよ。そういうものをね、ぜひ事務局の方におっしゃってくだされば、それを私たちが参考にして生かして、今後もっと質のいいシンポジウムを続けていきたいと願っています。そういうことをお願いして、今日の皆様のご参加を心から感謝申し上げ、特に3名のお越しの方々のご参与を心から改めて感謝申し上げて、本日は終わります。ありがとうございます。これで私たちの宗教の集会を終わります。お片付けを手伝える方はよろしくお願いします。ですね、宮城博弘さんを中心に北部の系
経済問題を考えたいという方がいらっしゃれば、4月以降、広い学校を作りたいと思います。ぜひ